新宿二丁目今東ということで。これ美味しそうやろ。ほら。懐かしい。もう今だからもうこの時期ほんまは飲みたいよな。新宿二丁目ゆうまんチャンネルそれぞれ。さあ今回はですね新宿二丁目のお昼間この街にちょっと繰り出しておりますが。この方のご視聴でございます。自己紹介お願いします。はい、新宿二丁目で劇団メロンをやっておりますケイゴと申します。よろしくお願いします。ケイゴママです。さあケイゴちゃん、はい、どうもこちらあったじゃん。新宿二丁目今東ということでこの交差点、まあちらが新宿通りで右手に行きますと新宿駅、左手に行きますと四ツ谷方面といったところにいるわけなんですけども、でこちらの通りね、ここ、はい、これですね。ここがあの、メインストリート中通りといった通りなんですが、はい、飲みはね、ゲーバーはもちろん、お昼、そして夜、いろんな時間帯に営業されて、ご飯屋さんが、この二丁目って何軒かありましてですね、そうですね。ちょっと私と新宿二丁目のゲーバーママがおすすめするご飯屋さんをご紹介していきたいなと思っております。行きたいと思います。では行ってみましょう。さあ、一軒目はですね、こちら、オールシーズンカフェさん。もうあのいつもは今日空いてますよね。いつもこちら入り口なんです。ずっと並んでるんですよ。空いてる、ね、こちらプリンが、うん、有名なんですよ。でも一度だけねちょっと行かせてもらったんですけど、なんか昔ながらのね、あのプリンというかあのカラメルがしっかりしてて、いい意味でまんまったるくて美味しかった。コーヒーするならお茶するならオールシーズンコーヒーさんあと今あのインスタで結構ねヒットするみたいですから、若い人皆さんもね調べていただいて2丁目にね来ていただいて、ね、ありがとうございます。まあ、入り口にほど近いというかね、はい、入ってきた中通り沿いにございます、はい、さあ続きましてはですねこちら吉田海岸さんでございます。敬語、はい、行きますか吉田。はい、私はね、うん、あのもうつい最近も行きました。あ本当、あの海鮮がね美味しいね。美味しいんです。海鮮が大好き。リスナブルそう、あ結構お安くて、そう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 、ゲーバー行く前にちょっと小腹すいた時とかみんな結構 ね、 そうですね、ここで食べていかれる人多いみたいなので、ぜひとも皆さん寄っていただけたらなと思っております。さあ、続きまして大好き、楽屋さん。美味しいよね。私も一番好き一番言っちゃう。おお、先に言っちゃったら、ね、こういうのもしいるの、生地も本当に美味しいですね。お蕎麦本当に美味しいです。今さ、これ時間とか始まってこのなんちがすごくいいんだよね。お腹がついたら楽だ。ちょうど中通りのセンターのところにね、ね、ブランチ美味しそう。見て、美味しそうやろほらね、ほら、美味しそうでしょ夜もお店お昼までやってらっしゃるから、ね、お店の方々とかいっぱいの時もありますけど、最近もうなんか今も昔も2丁目の人たちを支えてるというか、いや本当にお腹がすいたら楽なんでさ、見てこれ美味しそうな、いろんなね、おー今食べた明太うどんとか美味しそうだよね。セットもあるしね。結構年末なんかもね、うん、そばを求めて並ぶ方、うん、列がここもまた列ができるんですね。そう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 なんですね。ぜひとも楽屋さんもお越しください。さあ続きましてはですねこちら、こちらもね中通りにある一等地のお店、ゆりカフェアンカーさん。ここはですねいろいろご飯とかもね、本漫画もいっぱいありまして、ゆりの花もたくさん、あの待ち合わせセンター街し、待ち合わせされることもたくさんいらっしゃると思うし、もう小腹すいた時なんかも持ってこいなお店でございまして、ぜひともお茶でもね、全然お酒になって持ってたと思いますので、ぜひともお越しいただけたらと思います。さあそしてケイコママ、はい、もう2丁目のこの中通り交差点と言いましたら、言いましたらこちらタコジンさん、さん、もうもちろんたこ焼き、あと鉄板焼き、焼きそば、焼きうどんとかね、はい、あと焼き飯、チャーハンなんかもありますし、お腹空いた時はもう本当に私あの店営業中に出前で、そうですね、よく頼まさせていただきましてお世話になっております。やっぱりなんかこう、客さんがこう、うん、ちょっと深夜の時間にちょっとお土産で持ってきてくれたりとかね、そうやね、小腹空いた時にちょうどいい、やっぱり沼津市有名なので、うん、2丁目の待ち合わせ場所的なね、そうなんですよ、タコリンあたりでとかね、ねシンプルですよね。
はい、で中ね飲めたりもしますしね、とてもいいお店でございます。さあ続きましてはですね、こちら、はい、こちらもね中通りにありますけどマークランドさん、こちらもですね、あの待ち合わせなんかもねされる方もいらっしゃると思うし、ご飯も美味しい、とてもオープンなんですね。通常にね営業されてる時はオープンに入りやすい、入りやすいお店なんですよね。あと見て美味しいのピザとかさ、お肉ね、デザートなんかもあるし、お酒飲めない方もねすごくね内装も可愛い、今ちょっと閉まっちゃってるからあれだけどねおしゃれですよね、おしゃれのお店でございまして、ぜひとも遊びに来てみてください。さあお次はこちら上機嫌さん、居酒屋さんというか夜の感じですかね、どちらかというと、うん、焼き鳥、そう焼き鳥が結構ね、はい、メインで美味しくて予約をしていった方がいいですね。そう本当にあの親子丼、そう親子丼めっちゃ美味しくて、今の親子丼取れてますか、はい、はい、ねえ、おいしそうなんですよ。ぜひとも上機嫌さんお待ちください、ね、夜のデートに、はい、さあ続きましてはもう大好き、大好きです、私もパンキラオさん、今はもうねこの時期で休業されてますけれど、でも大人気店、そうなんですよ、今タイ料理といえば2丁目もパンキラオさん、上がるよね、本格的な辛さで辛いの好きな人はもうぜひだしそうじゃなくても、うん、ガパオライスとかもある、なの新飯飲みながらな、あね懐かしい、もう今だからもうこの時期ほんまは飲みたいよな、ね、パンキラオザナッツ暑い時は毎年来てましたね、今もう早く開いてほしいなっていう感じですけども、ぜひとも皆さんチェックなさってください、素敵なお店でございます。さあ敬語、こちらはねこの町でご飯屋さんいろいろあるって分かってるけど、うん、こうやってご飯屋さんを特集して、うん、改めてゆっくり一軒一軒歩くと、まあ今日なんか本当一部だし、うん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 、改めて新宿人正面には素敵なご飯カフェがいっぱいあるんだなと、はい、ね、ねえ、うん、思いました、はい、まあ今ちょっとね休業してるお店がたくさんあるから中入ってね取材できなかったんですけども、ぜひともいろいろとお気になる方はあの検索していただいて、またあのオープンされたらぜひとも足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はメロンの敬語ママとご一緒に新宿二丁目のお昼間いろいろなご飯屋さんカフェをご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録お願いします。以上、新宿二丁目ゆうまチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございます。